変わらないのだと思っていた。青き静寂に包まれた穏やかな時、人々は知った。赤き罰が世界を染めたこと、悲しみの竜と憎しみの炎が世界を闇の色に焼き尽くす。それでも人は立ち上がる。絆の光で空を塗り替えるために。そして思い出す。戦い続けることを。待たせたな。任せて。私、クエストの管理をしているため、どんな依頼も今節丁寧に対応させます。このギルドのご利用は初めてですか？ではまた。